情報技術などを行う、会社であり、持ち株会社。本社は、石江省公衆市。1999年の創立以来、企業間電子商取引のオンラインマーケット、www.alibaba.com、china.alibaba.com、China. www.alibaba.co.jp を運営しており、 240余りの国家、地域にて5340万以上の会員のほか、5つの子会社を保有している。日本では、アリババグループ、もしくは、アリババとして報道されることが多い。1999年6月28日創業。企業間電子商取引をサポートする、マッチングサイト、アリともえともえが、多くの会員を集め柴叩く間に急成長。 以降、電子商、取引サイト、トータからも、検索サイト、ヤフー中国、ミヤビトラ、電子マネーサービス、しつけたから、ソフトウェア開発会社、あり難言などの会社を設立、または買収し参加に収める。国際的な知名度を高めたのは、2005年に行った、ヤフー中国の買収案件を成立させてからであり、その際に、アメリカヤフーは、 アリババグループの株を入手し、筆頭株主となった。創業者は、馬雲アメリカ検索サイト大手、ヤフーの創業者、ジェリーアン、ソフトバンクの孫正義と交流があり、2007年にはソフトバンク取締役に就任した。アリババは、ソフトバンクにとって、最も成功した、投資案件とされ、 2016年のソフトバンクのアリババ株一部売却後も、馬と孫は互いにソフトバンクとアリババの取締役を兼任して SB クラウドの共同設立やソフトバンクロボティクスホールディングスへの出資など、提携関係を継続している。2007年11月6日に、有りともえともえも落有限講師を、香港証券取引所のメインボードに上場。 2012年6月10日、アリババグループによる株式公開買い付けにより、香港証券取引所の上場を廃止。買い付け価格は、上場公募時の価格と同じ一株13.5本コンドルであった。2014年、ロスチャイルドを財務アドバイザーに起用し、 2014年9月19日にニューヨーク証券取引所に上場しサウジアラム湖に抜かれるまで250億ドルという当時史上最大の IPO として話題を呼んだ上場の準備段階でフィデリティインベストメンツを自社の金融仲介に参加させていた2015年スナップチャットに2億ドルを出資したと報じられる2015年からスポーツ事業にも乗り出し トヨタ自動車に代わり2022年までの8年契約で FIFA クラブワールドカップの冠スポンサーについている。さらに2018年より2028年までの10年契約で国際オリンピック委員会の13社目のワールドワイドパートナーとなることも発表され、これにより韓国の2018年ピョンチャンオリンピック、日本の2020年東京オリンピック、 中国本国の2022年北京オリンピックなどのスポンサーとなり、アリババは五輪開催都市の交通や会場などをクラウドで制御する計画を発表しており、AI で都市を管理統制する上司大脳のモデル都市である公衆では、交通渋滞の解消や当局による犯罪容疑者の逮捕などに成功している。子会社のアリスポーツは、 e スポーツの振興に力を入れており、アジアオリンピック競議会と提携して、中国で行われる2022年、アジア競技大会でメダル種目にすることを発表し、独自大会では、ワールドエレクトロニック、スポーツゲームズも主催している。電子決済でのシェアは、中国国内屈指のシェアであり、2018年3月には、インド電子決済最大手の p t m に、 巨額の出資をアリババの関連会社と共に行っており、インドでの高額紙幣廃止を追い風にシェアを拡大している。なお、アリババと提携しているソフトバンクも同企業に出資してアリババと並ぶ大株主となっており、両社はスナップディールにも巨額出資している。2016年4月には東南アジアの e コマース最大手ラザダグループを買収した。また、 米決済サービス大手のマネーグラムとも買収で合意するも、米国の規制当局から認可されなかった。2016年3月期の決算で、参加のサイトで売り買いされた、流通総額は前年比27%増の4850億米ドルだった。米ウォルマーと米コストコ、フツカルフールを上回り、初めて世界最大の小売企業、流通企業となった。 営業利益が前年同期比26%増の291億元。スマートフォン経由でのネット通販が伸び、増収増益が続いた。売上高は同33%増の1011億元。15年11月に実施した大規模セールの取引額が912億元と14年より6割増えたほか、スマートフォン経由での売上高も2.8倍に増えた。 通期の総取引額は、同27%増の3兆920億円。投資収益などが膨らみ、最終利益は、同2.9倍の712億円。時価総額では、点線とを抜いて、アジア最大の企業にもなった。2019年9月10日に創業者の馬雲が、会長職を退任。2020年9月30日に、取締役を退任。 2019年11月26日、ニューヨーク証券取引所に加えて、香港証券取引所にも株式上場。2020年12月、独占禁止法に違反する疑いで、中国当局による調査を受け、2021年4月10日に、約182億元の罰金を科された。その原因は、馬雲元会長が、習近平政権と対立する。 江沢民元中国共産党総書記の上海派に近いと言われてきた。アントグループはアリババグループの関連会社。株式の所有比率は50%未満でアリコ会社ではない。ありがとうございます。